動画をご覧くださいましてありがとうございます。今回は静岡県の清水区に来ました。今回は武田信玄に仕え、瀬名姫暗殺などにも深いつながりがあった穴山梅雪が妻子と暮らした江尻城の跡地をご案内させていただきたいと思います。江尻城跡地には現在は小学校と魚町稲荷神社があります。江尻城は1570年に武田氏によって築城され、山形正景が治めていましたが、1575年の長篠の戦いで戦死した後、穴山梅雪によって改修が行われました。その際にこの地に神殿を造営したのが、この魚町稲荷神社です。穴山梅雪は妻子を甲州に人質に取られておりましたが、瀬名姫が命を落とした後に、家康が服部半蔵を使って、この江尻城まで救い出したそうです。その後はここ、駿河江尻の地で家康の与力として支え、養女のお妻を家康の側室に差し出したそうです。今回は静岡県清水駅周辺から穴山梅雪が江尻城に造営した海町稲葉神社をご案内させていただきました。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。